どうも、今宵もスプラトゥーン3やっていきますか。今回はあれだね、あのチャレンジマッチのガチヤグラだね。で、まあ S プラス12なのは変わってないね。そろそろ13とかね、まあサクって20あたりかな、行っちゃわないとな。まあでも行けそうな気はするけどね。割となんかこう毎試合のように無双とかしてるし。ナイス、いいね。あとあいつをしっかりとぶちしばきに行こう。リッターからはしっかりと逃げていくと。ナイス、いいね。そしてくっそリッターのヘイト買ったのは結構いいよね、なかなかね。あとはヤグラに、チャンスがあったらヤグラに乗ってもらって、まあ、前線を荒らしに行くだけでいいんじゃないかなと思ったけど、普通にヤグラなんか乗ってんだけど、52ガロン乗ってた。沼ジャンしかしてない、本当に。いやでもね、裏でね、裏でっていうか昨日の夜かな、普通に当たんね、倒して、いいよ。そう、昨日の夜かな、まあ、なんか石チャレンジだけやるかと思ってチャレンジしたんだけど、普通に3連敗して、ポイント溶けて萎えたんだけど、萎えて寝た萎えて寝た、俺は。いやでもうまくいかんとき、本当にうまくいかんからな。編成事故とか起こるときは起こっちゃうし、まあ、リッターのちょっとヘイトを稼ぎたいなっていうのはあるんだけど、やっとエイムが温まってきたんだけど、さあリッター倒すんだったらなんか入ってる気がする、それ。待って、あと一発。ナイス、いいね。で、リッターどかすんだったらこれが一番ベストな感じはあるかな。はい、倒して、いいよ。こっから、上げていこうぜ。爆上がり。テンション爆上がりでいこうぜ。こっちと見せかけての、こっち。と見せかけての、引く。そして、引かない。待って待って、許して。ごめん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 。一旦ちょメガホン打つわ。ここのメガホンは結構強いぞ。だいぶ。だいぶ強いぞ、このメガホンは。お前、丸見様やろ。丸見様は、絶対許さないからな。テンションおかしくなってる。丸見様が許せなさすぎて、おかしくなってるけど。あと、リッターね、リッター。リッター、本当にね、もう許せんよ、俺は。めっちゃ苦しめられたから、本当に。いや、いいんじゃない？結構、途中からね、いい感じに。でもやっぱ、ガチ上がりだったらガチ箱が、一番俺は好きかもしれんな。前で荒らしてるだけでなんか、いい感じに。なるもんね。アサリとかはなんかちょっと噛み合いが大事だし、エリアはなんかちょっとこう、抑えるの頑張んなきゃいけないから、ちょっと大変だなっていうのはあるよね。ナイス。今回のギアこんな感じだね。まずは、1勝目と。なんかガチエリアの、丸1ミサイルマンは結構強そうだよね。なんだっけ。ラクトと、あと丸見さん持ってる塗り武器って何があるっけ、ワリアブルだ。どっちも塗り強いから、割といたらめんどくさいところはあるけど、まあヤグラとかホコとかアサリであれば、別にそんなに、全体のマップ使えるから、いいかなってのはあるかもしれんな。あれ俺の、シールドどこ行った、はい、それぶち抜いたらマジ最高。ね、このセンサーどうにかしてくれん、マジで。このセンサーがあるとさ、俺動けないんだって、マジで。本当に動けない。ナイス、倒した、それ。まあ、前線嵐が一番いいかな。やから進んでないよ。来た。てか、下降りたら下降りてて言って、本当に。わからんから。言ってくれんと。今から下降りるよって言ってくれんとさ、困っちゃうんや、すごい。すごい困っちゃうよ、俺。ナイス、いいね。なんか、レティクル合ってたんだけど、ちょっとダメだったな。倒して。まあ、後ろのはもうしゃあない、しゃあない。でも、まあ、スクスロできればなんか変なわけわからんシューターよりもスクスロ倒してあげたかったなっていうのはあるよね。強いからな、スクスロは、やっぱり。味方強いからこれ乗っちゃって。うまい！めっちゃうまい！今の、ぶち抜いてくるのは。しかも、ペナルティついてんだけど。あれに、なんだっけ。リッターじゃない、スクイックリン。スクイックリンにペナルティついてるから。それちょっとめんどくさいなってのはあるんだけどさ。倒して。
まあ、一旦これはシールドで耐えてちょっとヘイト稼ぎながら、まあ味方がもう一人帰ってきてからかな、帰ってきてからメガホンかな、ちょうどいいところで、で打開の起点をしっかりと作れたら最高だね。そこで逃げてくるか、まあでも偉い判断は。はい、しっかりと、まあ、シールド置いてね、反撃食らわないようにねしていかないとね、やっぱりね。どっから来るかな、バレてんのかこれ、危な、いいね。強いねシールド、やっぱりあそこに打つ意味はもうないんだけどさ、後ろにもあるか、どこ行った置き土産来てる置き土産来てんだけど、しかも矢倉ね、リッター乗ってるかと思ったけど乗ってなかったから進んでなかったね、あんま意味なかったな、前線を荒らすっていう。まああとはしっかりとちょっと、まあ、センサーついてたら割とマジ何もできんやんよ、それないっすかも、それはい倒していいよ、でこれ前行っていいな、で潰しといて、あとはここら辺から顔出す気がする、当たったよね今ね、ブラスターかなんかいんのか、オッケー、めっちゃいいタイミングで溜まったメガホン、ただ撃つとしたらナイスメガホン、ナイス、これが口寄せ羅生門、美獣玉さえもね防御できるっていう噂の口寄せ羅生門だね。倒していいよ、で裏に行くと見せかけていかないね、倒していいよ、何一旦回避いらんことせんければよかったこれイカロールで、イカロールせんければよかった、イカロールダメなんだよね正直、使いこなせない、イカロールよりも普通に降りて撃った方が勝率高いと思う、俺はね、俺はね慣れてなさすぎるマジで。ここまで来ればだいぶもういい感じに、じゃあここ塗ってくんねえかな、誰か、ナイス、いいね、倒して、どうせ来るやろこっち、そのさあやめませんかそのセンサー、びっくりした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 、ヤグラ乗ろうぜ、押してる方がなんか有利な気がする、ちょっとぐらいは、で味方が、あーまあメガホン打っちゃうのもありかな、びっくりした、いるんかよ、はい倒していく、やっぱメガホン人数優位で攻めてる時のメガホン超強いね、やっぱり、あとワンチャンリードされる可能性があるから全力で、あこれ反転してこっちに入ってこないのか、いいや、目前に打っとこう、このシールド強い、飛び出しますいやいいね、やっぱヤグラいいわ、ヤグラめっちゃいいわ、本当にやりやすい、すごい好きかも、ヤグラは。いいね。戦場が動くからね。あ、エリアちょっとマジで嫌な理由があって。あれだわ。ずっとリッターが同じとこから睨んでくるから。あれ嫌い。エリアのあれ本当に嫌い。本当に。もう嫌だ、あれは。リッターが憎くなる、あれで。うわ、いいね。超優秀。うわ、いいね。ちなみに3連覇。失敗したのって何のルールだったっけな、まあでもエリアか、エリアかアサリのどっちかだった気がする、そんな気がする、そんな気がするね。編成めっちゃいい、こっち本当にいい、超いいよ、ナイス玉にメガホン2枚っていうのは打開が結構はかどるっていうのはあるしね、めっちゃボム投げてくる、この上取るの割といいんだけど、ボムに気をつけないと本当にやられちゃうから、それだけ気をつけて、ヘイトはめっちゃ稼げるし、味方のやばいな、やられちゃったな、それ倒していいよ、ヘイトはめっちゃ稼げるしいい感じにもなるけど、まあ、人数同じだし、ここでメガホンぶっぱしといて倒して、で
あと一発、ナイス。で、もう一匹いるでしょ。はい、いいね。しっかりと、エイム、ピタッ、ピタッ、ピタッって感じ、超気持ちいい。けど、まあ、防衛ターンだったから、ヤグラが、そんな進まなかったなっていうのは、すごいあるな。一旦メガホンだな、ここでな。ヤグラが進んでね。ヤグラが乗れてないから、あ、ナイス、いってるね。上なんかいるんだよな。なんかおる。こっちね。やばい。最悪だ。やれたと思ったんだよ。でも、やりきれてなかった。打ち合いめちゃった。いや、あるあるよな。でも、最後までちゃんと確認せんとな。まあ、やれてるっしょ、つって。ヤグラをね、もうちょい済ませたいけど、ちょっと、きついな。済ませんのがすげえきつい。これに結構人数的にいい感じだから、そのメガホンぶっ放しといて、うまくシールド使ってね。まあ、使えてなかったけど。シールドの向きがちょっと怪しかったけど。あ、でもいいね。いい感じ乗ってくれてる。そう。ヤグラ乗ってくる。リッターが乗ってくれたらすげえありがたい。めっちゃありがたい。いや、曲者であと一発だったんだけど。なんだこれ。ハイドラかなんかか。ハイドラにやられてんのかな、これ。倒した、リッター。倒して、いいよ。破壊していい、これ、ちょっと、一旦。ナイス、いいね。で、スピナーがだるいから、スピナーにメガホン打って、いろいろやって、このメガホンが強いんですわ。ナイス、いいね。置いて。どこにいる敵が。わからん。引き継ぐわ、だから。引き継ぐわ。後ろにいんのかな。あー、それやだな。メガホン溜まりそう。溜まらなさそうだな。なんか、わけわからんことなってるけど、うまいこと時間稼ぎはできてるな、前線で。で、持ってもらって。後ろ来てる。まあ、ちょっとなんか、あれだな。大変だな。展開できてなかったからね。21か。なんか不安だな、ちょっとな。でもまあ防衛はなんか、どうだろう。スペシャルがこっち強いからなんとかなりそうな気もする。そんな気もするんだけど。まあボムコロおじさん多いからね。ちょっと一旦これはウルトラショットで死ぬのはちょっと、さすがにあんま良くない。ただ、しっかり逃げといて、まずいな、それ。メガホン打ち込んでおいて、ナイスさんも飛んでくるか、そこで。後ろからぶち抜いて、いいね。あぶねえ。なんとかなった。飛び出すタイミングとか結構大事よね。前出るタイミングとかね、大事よね。いや、今回冴えてるわ。でも結構動画撮りながらやるとさ、喋りながらやるじゃん。なんかその頭の中でさ、言葉がこれしなきゃいけないんだよねとかが、ちょっとなんかうまいこと言語化できるからさ、立ち回りも冴える気がすんだよね。逆にね。逆に、無言でやるよりもさ、口に出して言うことによって、落ち着いてプレイできる。後ろ待って。はい、シールド、ヘイ、シールド。なんだこれ。グピ。グピ。惜しいな。今のシールドうまいこと使いこなして倒せたらめちゃくちゃ良かったんだろうね。なんかさ、実況ってさ、画面で起きること結構喋ったりするからさ、なんかこう、あ、今人数、結構マップ見るよね。喋ること探してさ。はい、倒せた。あ、危ねえ。そう、今人数有利とかさ、あ、今人数有利だから、ちょっとガンガン押してもいいな、みたいな。そういうのがね、ちょっとね、押し引きみたいなのがね、パパって切り替えれる気もするけど、まあわからんな。まあ正直何も考えて喋ってないな。ぶっちゃけ、いろいろ言っちゃったけど。いろいろ言ったけど正直何も考えてない喋ることとかは。ナイス。めっちゃうまくいったね、いってるな今日は。すごいうまくいってる。超優秀。さあ、またなめろう金属だね。あとなんか今日すげえうまくいってんのあれかもね。もう本当に、
スプラトゥーン3にだけしか集中してないからみたいな、この時間。なんかいつも裏でやるときさ、なんかついつい、ねえ、余ってるモニターで、YouTube 見たりとかしながら、やってたりするから、それ、確かにそれは集中できないよな。すごいうまくいってるなって感じるかもしれない、そういうのであって。完全にだって集中、こっちに集中するしかないもんだってね。さあ、矢倉乗っちゃうか。進めちゃおう、矢倉。だって敵の位置も割れてるもん。ただ、ここでしっかりと食らえ!シールド!俺のシールドが、俺の最強サブのシールドが。まあでも、まあ一旦メガホン貯めてかな。いい感じに。待って、矢倉進んでんだけど、最高。ちょっと、味方のカバーしに行きたい。早めに。ナイス。このメガホンで敵をどかしながらだな。ナイス。で、これ、乗ろうと思ったけど、乗れねえわ。うわー、トーピード1、すごい嫌だな。ナイス、ワイプアウト。ナイス、矢倉乗り。ステジャンついてるしね、ガンガンちょっと飛び毒なところあるよね。で、これでしっかりと、ここで、はい、倒して。うまいね、超うまい、やばい。イカに積んでんだけどさ、完全に多分感覚でぶち抜いてきてると思うから、イカに見えないってことは。すげえうまい。めっちゃぶち抜かれた。41不安だから、もうちょい攻めたい感はすげえある。めっちゃあるな。ただメガホンはまだ打たない。打つとしたら、味方が帰ってきてからかな。で、準備が止まってから、こういう時、こういう時。すげえ、突っ込まずに待ってくれる味方っていうのは、めちゃくちゃありがたい。ぶっちゃけめっちゃありがたい感じは、ある。うわ、マジか!いや、来るとこ分かってたけど、ちょっと俺の動線時代が、動線時代がなんか、読みやすすぎたね。あと、メガホンないから突っ込もう。いいね。メガホンないからも突っ込んでしょ。うわ、もう帰るな、帰るな、なあ。お前はよ。帰るんじゃねえよ、今の危なかった。痛い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 。もう。ボムの群れ。マジボムの群れ。一旦なんか足場塗り、足ボムちゃんと塗ってからとかね、の方が良さそう。てか相手、これワンチャン、まずいのが、バリア持ってるから、若葉がちょっといろいろやってきたらめんどくさいところはあるかもな。なんか割れた、まあ、これは多分倒せるからいいんだけど、まあ人数有利だしメガホン打っちゃって。俺なんかいつの間にかついてんだけど、これついてんのすごい嫌なんだけど、センサーついてた、いつの間にか。それちょっと嫌だな。あそこにいるのか。立体一旦こっち向かせるわ。あー、それやだ、危ない、それ危ない。どうしよっかね、これね。こっちかな、こっちかな。いやーきつすぎる。これワンチャン、ワンチャンいかれる、全然いかれる、これ本当にいかれる。敵がね、マジで強い、本当に強い。で、メガホンもたまりそうにないから、ないけど突っ込んだらちょっとしんどいから、まずは足場塗ってあげたりとか、まあ、あとはちゃんと、うん、塗ろう一旦。なんかいるくね、それ。よし、いいね。で、これも乗る。攻めてる時間長い方がやっぱいいよ。うん、絶対いい。で、どこだ、リッター。それだな、リッター。絶対それ。で、リッターを俺はやりに行く。あ、リッター倒したわ。そう、これが強いよね、リッター倒しに行くのが。いるんだから、そこら辺に。くっそ。ナイス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 。やっぱ押してる時間長い方がいいわ、やっぱ。安全だわ、そっちの方が楽だわ。塗りが強くなるしね。よし、取っちゃおう。もう乗ろ、もう乗ろ。全力で。うわ、待って。当たんねえ。当たんねえ。レティクル良かったと思ったんだけどな。さあ、あとは、やばい、これ。やばい、やばい、やばい。行かれる、行かれる、行かれる。バリアは、バリア。バリア入ってんのかも。これ、やばいな。マジで行かれるぞ。マジで行かれる。
止めて。くぅ、あー、行かれる。いやー、もうちょいちょっと攻めっ気欲しかったなー。もうちょい、そう、もう完全に守りに入っちゃってたから、途中から。俺が矢倉乗って押してた時に、もっとガン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 、押さないと、ちょっときついなってのは、やっぱあるよね。どっかでちょっと攻めの起点を作りたかったからな。もっかいぐらいね。やっぱこのゲーム、やっぱ守りに入るとね、クソきついな。やっぱり、すげえきつい。ボムは辛い！ほんとに。まあ頑張ったな。これはもう改めて再確認したね。守りに入る、勝ってるからつって守りに完全に入っちゃうのはもうあんま良くない、本当に。ノックアウト常に狙いたいね。さあ、チョウザメ造船だね。ヤグラも積極的にね、ちょっと乗って、動かして、あ、攻めるんだっていう意志をね、どん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 味方にね、一生じしていきたいね。今回はどうだろうな。まあ、こっちにリッターがいる分、射程的にはいいんだろうけど。え、それ上がれてる？それ。いるんだろう、でも。いるんだろうね、きっと。はい、倒して。いるのは分かってる。あと一発、あと一発。それ強い。一旦防御の構えよ。一発なんだけどな。はい、倒していいよ。で、こっち取りに行きたいな、できれば。あ、こっち取りに行きたい。飛んでいってんのかな、わかんないけど。まあ、でもこっちにいれば、割と、進軍できる気はする。うん、いいね。で、一応味方のサポートもちょっとこなして、やっていきたいな、俺。一人で二人相手にするぞ、これ。いいね。くっそ。ダメだった。一人やりきれればな。ナイスカバー、ナイスカバー、ナイスカバー。いや、前張りは結構うまいこと時間稼ぎできたな。めっちゃ時間稼ぎできた。あぶね。ちょっと辛い、ちょっと辛い。けどまぁ、こんだけ進めれてりゃ、なかなかリードはされにくそうだけど。まぁ、かといって守りに入るのは、やだな。ワンチャン何があるかわからんから攻めたいな。安心したくはないな、ぶっちゃけ。ガンガン攻めていきたい。まあ、とりあえずは一回死んだから。メガホン貯めていくけど。一旦ね。どうにいる？一匹しか見つかんなかったんだけど。ま、いいや。あー、乗ってんのか。壊したい、これ。破壊したい、一旦。当たんないよな。そうだよな。めっちゃ嫌なんだけど、その。ノート中いるよ。びっくりした。びっくりした。びっくりした。マジでびっくりした。本当にびっくりした。これでも乗っていこう。もう、人数入り取ったらもうな、乗って、乗っておいてさ。乗ってないんだよね、俺も。で、裏回ろうと思ったけど回らないと。危ね。で、まあ、メガホンが溜まりそうだから、どうしよっかね。一旦ナイス、いいね。もう乗る。乗っても壊す、これは。はい、乗っておいて、あと一発。ナイス、いいよ。もう乗っていこう、乗っていこう、乗っていこう。乗ってカモン押して立体乗らせたいね。いいね、ナイス。そう、もう攻めの時間、もう守るな、もう。過激派、完全に過激派。こっちかな。完全に過激派とかしてるんだけどさ。いけるぞ、ノックアウト、俺たちなら。そうそう、いけるいける。全然いける、全然いける。ナイス、矢倉のり。いいねー。いいね、やっぱ攻めの姿勢よ。大事。ひるむな。いいね。さあ。これで勝って5勝できれば、ポイント結構うまうまな気がするけどな。結構バトルナンバーワンとか取れなかったっけ？そんなことないっけ？いや、目薬さして。相手さ、
編成やばいな。シャープマーカーガチ勢じゃん。ガチ勢来た、シャープマーカー来てねえな、そこは。待って、早いな、来るの。まあ、これ入られてないんだったら全然いいんだけどさ。うまい、それは。うわ、マジか。てか、結構、もう押し込められてたんだね、俺たちの前線が。俺だけ孤立してるみたいな状況になってたから。前線ガンガン、やっぱ上げるとき上げていかないと。守備もあるわ。ははは。いいね。多分、バレてる気がする。そうだよね。バレてるよね。バレてるけど、倒して、危ね危ね危ね。どこだ、あと。お前か。オッケーオッケー。俺が荒らしまくる。で、しっかりメガホン打ち込んで、任せるわ、それ。倒すわ、俺が、それは。で、もうこれも乗っといて、攻めるぞっていう意思表示をしていこうぜ。ガン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 。ナイス、いいね。なんか倒したな。下いる、多分、下。あれ気のせい？いる気がしたんだけどな。行こうか、じゃあ。で、メガホンぶっぱ。痛い。どうした？どうした？一旦リード取る、一旦リード取るね。いや、大変、これ、すげえ大変。どうしよう。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。ただもう、攻めるぞっていう意思表示は味方に示せたから、結構、ヤグラガンガン乗ってくれるようになったから、あとは俺が割と自由に、動けるようになった気はする。そんな気はする。ただもうちょいヤグラ周りの敵排除してあげたかったな。てか、ここの1対1勝てればすげえよかったんだけど、まあ勝てないよな。無茶な攻めすぎる。でもこの1対1勝ったらめちゃくちゃ熱かった。ほんと熱かった。いいね。前線が上げれたからさ、だいぶ結構楽になり始めた感じはあるよ。ちょっとだるいそれ。潜伏おじさんが多すぎるんだけど、どうしようこれ。ナイス、いいね。飛ぶか。まあリーダー絶対取られるだろうな、きっと。やばすぎる。何もできてない。ほんと何もできてない。まずい、まずすぎる。39か。飛ぶのやめよう一旦。いや、なんかさ、潜伏する人が多いからさ、潜伏するやつが多いからさ、今回単射程多いっていうのもあるんだろうけど、倒してちゃんとクリアリングしがてら行かないと、あの本当にマジダメだ。ダメだダメだ、ガチで乗って。ナイス、いいね。あそこもいそうだな。いる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 けど、まあ、あれは無視だわ。あれは無視だな。うわー、もう大変だ大変だ。潜伏どうしよう、マジで。本当にきつすぎる。危ね。で、あと一発サイズ。あと一発なんだけどな。いやー、ダメだ。無茶すぎる。無茶な攻めしすぎてる。くっそ。くっそー。味方強いか、割とね、抜いてくれたりするからさ、いけそうな気はする。沼ってるな、ここに来て。落ち着け、俺。ナイス、うまい。最高。どうせ潜伏おじさんいるんだろ？いる。あー、見えねえ。見えない。マジで見えない。本当に見えない。やらかしまくってる、俺。沼ってんな、マジで。本当に沼ってる。どうしよっかね。めっちゃ恨まれてるしな。やから乗りたい方に行ったんな。乗って敵を探すみたいな。それやだな、すげやだそれ。あと一発だったんだけどな、それ。多分下行ったかな。ナイス、倒した。で、倒しておいて、あとはあそこか。オッケーオッケーオッケー。後ろに回りたい。倒していいよ。いる。いるいるいる。ここで勝てればいけるぞ。
くっそ、手前打ち、いいぞ、ナイス。これちょっと最後は頑張ったでしょ。最後の1分間ぐらいは、頑張ったと思う。マジで。と、やべ、今回ちょっと先般してるって思ったからもう、頑張んないとね。マジで。いやいや、もう、潜伏されるとやっぱすげえきついわ。ストレス半端ない。さあ、これで、5勝できたから、上がれるんじゃない？S プラス13。いいね。いいね、いいね、いいね。よしよしよし。めっちゃいい調子。